こんにちは、4日間ですね、盛り上がりました。ポケモン GO サファリゾーン in 台北も、あ、台北の隣の市、あ、いや台北かな、もう、ですね、あと1時間もしないうちに終わりとなります。ですがまだですね、会場にはですね、すごい人がいます。この人たちがですね、一気に電車とかバスとかで帰るってなると、ちょっとですね、すごい混雑するんじゃないかなっていうふうに予想してるんですけれども、ただここ、4日間、あ、でも1日行かなかったんで3日間はちょっと参加してるんですけれど、バスはそんなに困らなかったですね。だんだんですね、みんな、帰る方向に歩いて行ってる人もですね、増えてきてます。私はですね、最後にポケストップを回して帰りたいと思います。すごい、なんかに並んでますね、これは。